我々がヒアリングしてきたことだったり、お客さんから届けられる声っていうのをしっかり解釈して開発につなげていく、すり合わせていいものを作っていくっていうところ、もちろんそれを実現することができる技術力があって、住友電工としてグローバルなプレゼンスがあって、それらを積み重ねていくことで信頼って生まれていくと思うので、住友電工の癒着接続機の開発っていうのは、とにかくまず品質ですね。お客さんの真のニーズというのは、インフラを担う製品として工事が止まってはいけない。そのためには癒着という性能に関しては常にナンバーワンでいるための品質というのが一番重視しているところですね。お客さんが本当に困っていることに対して日々の積み重ねといいますか、愚直に一個一個問題を潰していく、その中で新たなアイデアというのが徐々に見えてきてブレイクスルーがあると。新しい製品を出すという時にはお客さんをワクワクさせるような、世界を驚かせるような新たな機能っていうのを入れられるようにということは常に思ってます。現在光ファイバーというものが世界中に張り巡らされていると思うんですよ。つなぐためには癒着機だったりコネクターってものが必要なんで、責任感というか一番最初の工程から品質を維持していかないとトータルでいいものが出来上がらないと思うんで、全ての工程においても気を配ってやってます。高性能な製品ですので、お客様に届けるまでにしっかりと検査をしています。どんなところに行ってもしっかり使えるっていうところを担保するためにやっていると思ってます。環境試験についてもやっぱり高地であったり、高温の地帯であったり、世界中いろんなところで使われてますので、そういったところでも安心して使っていただけるように検査をしております。メイドインジャパンではなく住友電工製ですと自信を持って伝えたいと思ってます。当社は世界で保守拠点が120ありまして、各地域で癒着機のメンテナンスや修理を行っています。修理するということは万全の状態でお客様に返却しなければいけないというふうに考えておりますので、メンテナンスした後にもしっかりと出荷検査等を行って、お客様により長く安全に安心してお使いいただけるように心がけてメンテナンスを実施しています。